皆さんこんにちは思い通りに生きられてますか心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく語ります渋谷天満のサウンドエッセイです今日はですねアレルギーについてお話ししたいと思いますが <coughs> アレルギーはうーん皆さんお持ちでしょうか僕の場合はうんほとんどないんですけどこれはありがたいことですね 多分遺伝とかそれから、まあ、小さい時の生活環境とかいろいろあるのかもしれないですがまあ生理的なものですから小さい頃から持っていらっしゃる方も多いと思うんですねそれから千差万別というかいろんな種類がありますよね。食物とか、まあ、食物物、とかべ空気、ハウスダスダトう とか季節とか、まあ、花粉症なんかもいい例ですけど本当に辛いですよね <laughs> それぞれですけど、まあ、肌に出たりとかそういえばアレルギーとは関係がまあちょっと縁遠,遠くてもあるのかもしれないですがストレスを感じた時に症状が出やすい場所ってご存知ですか 僕が聞いたのは、えー、頭痛それから胃腸それから肌これらのところには出やすいんだそうです。で僕の場合は頭痛胃腸ですね肌はおかげさまでまあ親に、えー、感謝しなければならないかもしれないですけどね肌のトラブルっていうのは。 まあ乾燥するぐらいで、えーまあ、これはクリーム塗れば解決するのでそれほど大きな問題ではないとでまあストレスはあ心理的な作用が大きいですよねでアレルギーっていうのはあ多分生理的なあ反応が大きいと思うんですけれども 僕の場合は、えー、アレルギーとは本当に縁のない生活をしていたというか、えー、若い自分は。でも、えー、っとやっぱり花粉症はきついですねあれ日本の花粉はどうにかならないんですかねあれは本当にまあ一説によると杉を植えすぎて杉花粉がまあ,舞い舞い散るとまあ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 い。 暴れると言うんでしょうか <laughs>。荒れ狂うと言うんでしょうか。毎年春になるともう春よりその前ですよね。もうお正月明けたら。そろそろ花がムズムズするなんていう人も出てくると思うし。あれは本当にあのちょっと国家プロジェクトとして。か改正するべきというか。なんとかするべきですよね。解決するべき問題だと思いますね。 これだけ多くの人が、えーまあ、被害というか症状が出てつらい思いをしてこれ間違いなく仕事に影響しますよね学業とかということは経済にも影響すするとということですねですから割と深刻な問題なんじゃないのかなって僕は毎年思ってるんですけど なのでもうほんと国家を挙げて解決してもらいたいですね花粉症に関してはでおかげさまで僕は花粉症もそんなにはなかったんですねでもアレルギーって体が反応しないうちでも我慢してるみたいですねそういう素養というか可能性のある人は潜在性がある人はである時突然もう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 ダメです我慢できません言うて 飛び出してくるようです。それがあの重い症状というか、今まで何にもなかったのにっていうのはそういうことらしいですね。もうつまりもうなんか熱湯があもうついに溢れ出しちゃう、溢れ出して蓋がと飛んで飛び出しちゃうみたいなそんなあイメージを僕は描いてるんですけれども、まあそんなにいい。 花粉がひどくなってからでもまあなんとか持ちこたえてそのうちに北京中国に行ってしまいましたのでところがですね北京で僕はとてもとても重いアレルギーにかかりましたこれは大気汚染ですこれはひどかったです、えー、多分ご記憶の方もたくさんいらっしゃると思いますが北京の大気汚染が非常に 重大なな、あのー、問題になった時があります、えー、2006 2010年くらいからですかね多分2010そうですねそれぐらいまあその前も交差とかもありましたけどねそうじゃなくてもっと工業的なあのー いわゆる PM2.5 とかそういう類の大気汚染の方がもっと深刻でしたねでこれがとってもひどくってで僕はその時ちょうど22階に住んでたんですねでまあ北京のまあほとんど中心に住んでたんですね国防とかあるんですけどまあそのちょっと近くで、えー、ですからもう風がとても強くて隙間風からビュン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 その 小さな小さな本当に塵がたくさん入ってきて寝ている間でもやっぱり知らないいううちにに細かい埃に侵されてたんんだと思うんですねでその部屋には本当に長く住んでしまったのでまあ立地条件が良かったっていうのもあるしあんまり北京に実はいなかったっていうのもあるんですねですから引っ越すというよりはもういつも戻ってきてはまあバタバタとしてまた出張に出かけるみたいな生活してたので。 そうすると、うん、本当にひどくなっちゃって咳が止まらない痰もちょっと出るそれからまあ苦しい胸がちょっと苦しい鼻もなんか通りが悪くなる目がしょぼしょぼする多分花粉症は、まあ、目とか鼻とか喉だと思うんですけど肺までやられた気がします。 で日本に戻るびにあの、まあ、先生に内科の先生でしたけど僕は相談したらアレルギーの薬を処方してもらったんですねそれでとてもよく聞きましたそれがただしそれは半日しか持たないですから1日2回飲む必要があるということでそうするとピタッと止まるんですねただ面白いことに 時間が切れるとまた症状が出るんです。ですからこれは、うん、症状を抑える薬であって、治療する薬ではないですよね。ただしどうしても辛いからそれ飲むんですね。ただまあ、症状が軽い時はなるべく飲まないようにしましたね。なぜかというと、やっぱり薬ってだんだん効かなくなってきてしまうっていう、 ことがあるので、まあ、それがちょっと心配だったっていうのがあるんですけど結局北京の大気汚染がすごく良くなってそして、えー、僕も引っ越して解決しましたただやっぱり3年短くても3年ぐらいは悩まされたですねしかも季節じゃないです1年を通してです丸3年です。 で、体の反応することですからもうちょっとどううしよよもないですよね。ただ一つだけ不思議なことがあるのはやはり僕らなんか撮影していて花粉症の人でも「用意スタート」と始まるとピタッと止まる。 つまり本番の時は涙も鼻水も止まるっていうようなことがよくあるんですねこれ誰にでも起きることだと思うんですけどということは気持ちの入れ方で多少は変わるというか楽になる可能性があるとただ普段はやっぱり辛い時はいつももうその本番の緊張状態でいられるわけはないので。 まあ難しいことではあるんですがただ心理作用っていうのは影響するものなんじゃないかなというそういうまあ憶測ですけれども、えー、そういうことも思っておりますですから、まあ、ストレスっていうかあの気の持ちようで何とか治せるものであるならばあのそういうことも試してみてはいかがかとそれからアレルギーっていうのは人それぞれ本当に症状とか反応が違うので。 何に反応するかとかも微妙にみんな違ってくると思うのでやはり自分の体をよく知ることがまずは解決の第一歩かなと思います。というわけで今日はアレルギーの話でした。皆さんの夢が全部叶いますように